私立クリーチャー学園は全寮制のエスカレーター式一貫名門私立校。全世界津々浦々から個性的な才能や能力を持った女の子を財団職員先生たちが集めていて、現在の在籍数は2000人以上。でもご用心、あんまり馴染めなかったり地味だったり、むやみに暴れるような子は、いつの間にか退学や行方不明になっちゃう不思議な学校でもあるの。そんな学園にある日、突然男子生徒の転校生が入ってくることが分かって、さあ一度きりの青春、イケてる女の子たちとハラハラドキドキの学園生活を謳歌しよう。この学園派とにもかくにも長っぴろい。しかも構造が複雑で、僕のような転校生でなくとも、よく迷子になることがあるらしい。そのため建物のあちこちに学校全体の地図が掲示されているが、それでも遭難者は年間20人をくだらないのだとか。時折のろしが上げられることもあり、それを火事だと勘違いした消防隊が出動したりする。噂では、消火に向かったその消防隊が誰一人戻らなかった。なんて話もあるそうな。そんなわけで、危ないから一人で学校内をうろうろするなって愛子ちゃんとさやちゃんにも言われているんだけどな。まあ、でも今は一人でのんびりと歩いているところなんだよね。どうしてって。そんなの僕が迷子になってるからに決まってるじゃないか。2-2-3 家庭科実習室に向かっている途中で迷子になっちゃったんだな。実はクラスメートのボブルコさん、彼女は映像研究部に所属しているらしいんだけど、彼女が作っている動画に俳優として出演してくれって頼まれちゃってね。子供向けの料理番組らしいんだけど。まあ、確かに僕のルックスって子供向け番組に出てくるイケメンのお兄さんにはぴったりだからね。というわけで993家庭科実習室を探していて、いつの間にか現在地もわからなくなってしまったというわけなんだよ。しゃあない。とりあえず誰かに聞いてみるか。生物準備室か。誰かいるかな。失礼しまーす。誰かいませんか。誰かいませんか。あ、いた。2-2-3家庭科実習室の場所を教えてくれないかな。家庭科ご飯。そうそう、ご飯が作れる教室。食べるあなた。そうそう、僕がご飯作れるところに行きたいんだ。いただきます。ちょっと待って、77。以前の僕は訳もわからないうちに削除済みされてしまう間抜けないい食品でしたが、今度も僕は完璧です。あ、なんとなくこの生物準備室に入っちゃいけない気がする。 E くん、E さん。お、アイちゃんとサヤちゃん、助かったよ。またたくさん数字がアップしてる。大変です。ボブルコさんに呼ばれて993家庭科実習室に行くところだったんだけど、迷子になっちゃってね。二人と会えて助かったよ。ダメよダメだよ。そこへ行ってはダメです。そうなの。バラバラにされちゃう。言葉そのままの三枚おろしにされてしまいます。これを見るのです。と言ってさやこちゃんがスマホで SCP-993 の情報が掲載されているサイトを見せてくれた。 SCP-993 を鑑賞すると人食い、殺人、拷問、削除済みの方法を教えてくれます。番組の内容、ボブルのキッチンサプライズ。場所はステレオタイプなアメリカの小さな町です。ボブルは町の市民を誘拐し自宅へと連れて行きます。ボブルはそこで一度人肉調理方法を見せた後、市民の皮を剥いで調理を始めます。ねえ。帰りましょう。一緒に帰るのです。うん。もっと食べたい。